最高のモーニングだよ。秋の香りを感じざるを得ないよ。それはよかった。じゃあそろそろソファー交換のタッチ。ああ、嘘だろ。さっきソファー貸してくれたばっかりなのに。30秒ぐらいしか座ってないし、秋をもっと感じたいのに。ああ、その気持ちはよくわかりますよ。じゃああと30分ぐらいはお願いしますよ。ダメだよね。そういうことするとなあなあになってきちゃうから。え、なはなは？さあさあ、千田光雄ゲームでなはなはなんて言って、カニちゃん、これ最近の人にはわからないと思う。だからあと30分ぐらいはお願いだよ。どうしようかな。お願いします、お願いします、どうかお願いいたします。じゃあそこまで言うなら、クイズに正解したらあと30分ソファーを使っていいよね。あー、カリクイズ苦手。カリちゃん、カリちゃん、カリちゃん、誰でもわかる超ラッキー問題。よし、クイズ行こう。それでは問題です。チャイちゃんは美人でしょうか？チャイちゃんはデブ。チャイちゃんは美人だよ。はぁ、口が滑ったね、チャイちゃん。はい、残念。はい、タッチ。ふぅ、怒られなかっただけまだマジか。あー、最高。あー、さらに美しくなっちゃうかも。チャイちゃん、細長い方の爪研ぎに乗せてる足どけてくれないかな。ソファーは譲るからいいけどさ、細長い方の爪研ぎでカリも抱き枕にしたいんだよ。カリちゃん、これはね、フットレストなの。よし、諦めた。カリちゃん、カリちゃん、カリちゃん、怒ったの？怒ってなんかいないよ。ダーン！カリちゃん、怒ってるじゃん。スタッフさん、新しい爪研ぎ出して。たとえカリンちゃんが怒ろうとも、この場所は譲れない。それもチャイちゃんのなの？そういうことなの。チャイちゃん、細長い爪研ぎにのけてる穴、あ、ダメだ、時間じゃったよ。もうワンテイクね。チャイちゃん、その細い爪こぎ、あ、また噛んじゃったよ。なにその爪こぎって。チャイちゃん、ごめん。このカット使えない？恋の視聴者好きだと思うの、このカット。ちょっと使っといて、これ。チャイちゃん、そんなの使えないよ。ほら、頬ずりだよ。みんなこういうの好きでしょ。こうゆっくり顎を見せてみたり、使い勝手良くない、このショット。だから今回の話では使い道ないって。